17号はオーラとベジータに全てを託して盾になってくれた。次元がどんだけ強かろうが、オーラたちは諦めるわけにはいかねえんだ。何が何でも次元を倒す。生き残るのはオーラたちだ。行くぞベジータ。次回ドラゴンボールスーパー気高い誇り、最後までベジータ散る。絶対見てくれよな。